ちゃんくん、おはようございます。かわいいね。こんな格好で寝ています。かわいい今日はですね、コンピューターの、復帰作業で昨日ちょっとだけ夜更かししたので、朝遅く目が覚めました。遅いな。7時ちょっと過ぎ半をてた。過ぎてたからね。そうだね。そして、やっと光が差しているので、ジャン君は「太陽」って言って寝ています。ポンちゃんどこにいた？ポンちゃんはこんなとこにいる。あ、真っ暗だ。はい、ポンちゃん。ポンちゃん、いいの？太陽は見なくて。さっきまで太陽のとこいたのにね、暑くなっちゃったのかな。黒いからね。はい、コンピューターは 無事に復帰できました。いろいろもろもろまだ直さなきゃいけないところがあるんですけれども、そうね、なんとか作業は、もし仕事があったらすぐ着手できるように、あとは3日間、4日間、ジャン君動画アップできていません。これを、今日急いでですね、また戻すような感じで頑張ります。ちょっと待ってね。画面で終了したいんだけど、いろんなものが開いちゃった。これはなんだ？ストリーミング。おお。まあいいか、これは。はい。立派な、Mac ですが、実を言うと、ちっちゃいです。前こんなあったからね。はい。仕事します。頑張ります。じゃんけん。はい、じゃんけん。ジャンクもう一回やって、ジャンク。さっきのポーズ、そう、かわいい。ジャンクにゃん。じゃんけん。もうちょっとこう、ゴロンって上に。直射日光当たりすぎてコントラスト強すぎるんですけど。じゃんけん。お顔もコロリンって上向いてごらん。おや？やめちゃうの。まあ、朝の身支度だからね。じゃんくん。はい、じゃんくんが甘えに来ています。はい、どうぞ。コンピューターは無事ここに来ましたが、生配信がですね、調子が悪いんですね。コンピューターのせいではなさそうです。何かの設定か。コンピューターが、壊れてしまってですね、慌てていろいろな、ことをしながら毎日放送はしていたのでですね、何かどっかいじっちゃったのかな。現象としては、音声が、フェードインアウトを繰り返すということになりました。なんかフィルターみたいなものを入れてしまったのかもしれないんですが、それを外して、ソフトを外した状態で、YouTube の方で放送してみたんですけど、同じ現象がずっと続いてるんですね。これちょっと検証しなきゃいけないので、今日の放送は30分で、終了させてもらいました。終了も何も、ほとんど僕が言っていることが、分かんなかったようです。しかも面白いのはですね、こんにちは、私は黒犬ですっていうのが、こんにちはでスーッと消えますよね。で、私はっていうのがそこに被ってくる感じのフェードインアウト。なので、ディゾルブっていう状態ですね。タイミング通り消えて出てくるではなくて、重なり合って出てくるみたいな感じになっていて、ちょっと本当におかしいですね。はい。生配信の方は今日一日ちょっといろいろやってみますけれども、それよりも何よりも、
3日間以上4日にわたってですね、ジャン君動画が、作れていませんでした。これちょっと、早急に作ってですね、動画アップしないと皆さんに飽きられてしまって、もう飽きてんのか忘れられてしまうということになりますので頑張ります。ジャン君、なんか面白いことを一言言ってくれませんか。なしか。はい、頑張ります。ポンちゃん気持ちよさそうに寝てたのにね、今ジャン君にちょっかい出されたね。ポンちゃん、はい、いただき物シリーズ開封です。開封です。かわいいよ、ほら。ああかわいいにゃんこちゃん。かわいいものありがとう。なんかこれもかわいいよ。猫コーヒーなの？カフェインレスって書いてある。へえ。マイルドブレンド。ちょっと飲んでみます。あとで。あ、なんかかわいい。あ、シナモン、ココア、バニラ、かわいい。なるほど。いや、ちょっとよいしょ、箱から出したらね、なんかおいしそうなものが入ってるよ。なんでしょうか。なんだろうね。一旦全部出していい？うん、よいしょ。何です。丸ごと入れてみた。何を？カレーに梅干しを。へー、これ梅干しだったんだ。梅干しだなって思ったけど、カレー、私ふりかけって書いてあったから、なんかこの辺はおかかとかかなって思っちゃった。へー、はい、あ、スマホスタンドだ。かわいい、ニャンコのスマホスタンド。そういえばスマホスタンドってうち使ったことがないね。ないね。よいしょ、これと、なんかね、新鮮なね、お野菜入ってるの。とっても救援物資だ。うちにはとってもありがたいでございます、うん、よいしょ。おー、持った、大変だったね、これ送るのにも大変。あ、なんかこれでスーパーに行くの1回分パスできるから、ウイルスに感染しなくて済むんだね。ジャン君とポンちゃんの。そしてさっきのうちに塩サバのジューシーさ、サバ料理専門店、塩サバふりかけ。あ、ふりかけだ。やった。美味しそうだよね。出てた。これも好き。比内地鶏。あー。肉味噌だよ。肉味噌ってさ、豚のやつは前ね。鹿児島でね、うん、食べたけど、ね、鶏もあるって。そう、美味しそうだよ。絶対黒毛が好きそうだよ。あ、私が好きなのも入ってる。はい、欲しいもん。この間ね、マツコの、そう、知らない世界でね、で金の欲しいもんってなんか美味しそうなやつだね。立派なやつだ。しかも私の好きなの、ちょっとし粉吹いてない柔らかいタイプのやつだ、はいはい、いやー、どうしよう。うちでは高くてきっと贅沢で買えないし、なんか不思議なラーメン。ホワイトちゃんぽん麺限定商品。ちょっとお腹空いてきたな。へえ、何これ。これ食べよう。これミルク味って書いてあるよ。あ、なんかさ、何かをさ、うん、あ、塩味のカップヌードルみたいなやつに、うん、ミルクで、温めたミルクで作ると、うん、なんか美味しいってなんか見たことある。おー、それかも。あら、今度はこれは香辛料。あ、なんかピンクソルトでしょ。それからこれは、ハーブソルトでしょ。うん、あ、なんか立派なやつがいっぱい。そして何これ、ミル付き。え、あ、これガリガリってやる。ガーリックソルト、塩コショウもうそのまま入ってるってことだね。ガーリックソルトだから、これはあれか、ニンニクが入ってるってこと。ああ、そういうことか。ガーリックとソルト。はいはいはい。で、ミルだからガリガリ使え。こうやって、うん、あの食卓でガリガリってやって。なるほど。すごいおしゃれなやつです。万能中華だし、ペースト。美味しそう。
そうか、うちはね、母が、薄味じゃないともうダメな年代なので、ほとんど味をつけないちょっとぐらいはいいのよって言われるんだけど、その黒犬さんはですね、濃い味が好きなんですよ。で、つけ慣れてしまうとどうしても濃くなってしまうので、味なしにしてケチャップたっぷりかけて食べてます。朝ね、自分で作ってるやつね。それを、マオイママさんから指摘よくされるんですが、こういうのにすればいくらがいいのかなということです。そうだね。そして山芋だね。これは山芋、長芋、長芋なのか山芋なのかよくは分かりませんが、ねっとり長芋。長芋でした。長芋でした。なんか立派そうな、ねっとりしてるやつだ。いっぱい。すごいね。あとね、ポンちゃんたちの、ジャン君ポンちゃんのおやつも入っておりましたよ。よかったね。今日は今回は人間のやつが多かったからね。はい。あ、これはなんだ？いつものにかけるって書いてある。フードにかけるだけ。美味しくするんだね。コラーゲンとか毛並みが良くなるとか書いてあるよ。ですって。サーモンブルーキャットフード、キャットフードさんだ。よかったね。なんかいろんなものいただいちゃったね。はい、どうも。 あとこれもドヒャー、なんだこりゃ。ドラゴンフルーツ。よし、開けてみよう。ジャン君に見せてみよう。うん、ジャン君に見せてみよう。ジャン君、ジャン君、見たことないやつ来たよ。すごい綺麗だよ。ほら、ピンクだよ、ピンク。ピンクだよ、ジャン君、うん、ほら、ピンク。ジャン君、なんだこりゃ。ジャン君、ピンク。ちょっと匂ってみる？うん。ちょっとこれ、中がさ、つぶつぶのやつだよね、確かね。ドラゴンフルーツって。そういうことかな。そうだよね。ジャン君、ほら。匂ってみる？お、おいしょ。あ、なんかほら、すごいよ。興味ある？ほら、見て見て、ジャン君。ドラゴンだよ、ドラゴン。はい、色味が合うね、ジャン君。かわいいね、似合うね。どうすか？やっぱり興味はないの。お魚の匂いはしないからね。あ、こっちね、こっちの自分のやつね。自分のやつね。え、いろいろ。はい。ありがとうございます。なんかすぐ食べそう、これ。あ、これも開けてみていい？そういえば。このコーヒー。コーヒーのやつ。なんか可愛いのが入ってるよ、ほら。ははーん。これもキャットカフェって書いてある。コーヒー。あ、形になってんだ。そうだ、これをカップにかけて、可愛い猫がお風呂入ってるみたいになるやつだ。もったいなくて使えない人がいいかも、ね。そうだね。しばらくは使えないね。あ、可愛い。これはキャラメルルイボスティー。おー。ルイボスティー。なんかおしゃれなものがいっぱい。よし。枯れたね。こんなに可愛いニャンコのがいっぱいあんだね。そうだね。さあ、多分ですね、今すぐに開くのはこれでしょう。これをかじることになると思います。で、クロケンさんはどうもこれ狙いですね。これ？これ？はい。どうもありがとうございました。ごちそうさまでございました。ポンちゃん寝とるよ。はい。ポンちゃんとドラゴンフルーツ。いつもいつもありがとう。はい。ありがとうって、もんちゃんありがとうって。ジャン君、ちょっと重いかな、これだと。こっち軽いんだよね。急に振り返っても落ちない。ジャン君、ジャン君、あーいいね。
ジャン君の名人芸でした。